最近髪がいきなり明るくなっちゃったファンタスティックス木村圭斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明るくなっちゃいましたね。かなり、急にですね。朝起きたらパッて鏡見たらもう髪が金になってました。なんか言ってるなんか言ってる。魔法にかけられたんですね。はい、後々ね、この髪色になった理由とかも言いたいと思います。はい、だいぶ金に近い、はい、そうですね、まあ、とあるお仕事で、はいはい、この色にしたんですけど。ですよね。この話はちょっと後々ゆっくり伺っていこうかなと思いますけれども、はい、もう9月に入ったということで、お洋服もかなり落ち着いた色、はい、秋めいてきましたね。そうですね。チェックシャツ、チェック柄は保ちつつの薄い長袖です。これはメンバーからもらいました、誕生日プレゼントで。へー、ちなみにどなたからですか？沢本夏樹くんからもらいました。おしゃれ、うん、これ似合うんじゃないかなって言って、うんうんうん、突然渡されました突然渡されました。仲良しですね、はい、嬉しかったですさてさて、今週もお便りいただいているのでご紹介しますね。はい、山口県のハッピーオンマンデーさんからです。ケイト君、はい、回を重ねるごとにいろんなことを出してきますね。俳句で賞状をもらったんですって。お次は何を出してくれるのか楽しみです。さて、はい、先日 KRY テレビで放送された徳山高校文芸部の皆さん、俳句を使った部活動なんですが、すごい言葉を使ったスポーツみたいですといただきました。そうなんです、この徳山高校っていう、あの KRY の近くにある高校なんですけど、先日私が担当しているテレビ番組の方で取材に行ってきまして、その高校が全国大会に出場するほどの強豪校なんですが、はい、すごい。 その学生さんたち、高校生たちにですね、はい、俳句をこう教えてもらうといいますか、うん、っていう取材に行ってきたんですよ。でやっぱ私もその時、はい、ケイト君のこと思い出して、うん、自分も考えていったんですけど、センスがなくて、ケイト君やったらどういう風に考えるかなとかも考えたんですけれども、はい、でも僕も結構センスがないかもしれない。え嘘でしょ小学校の頃はやっぱり頭柔軟性があったんですけど、はい、今は笑いを求めてまうんでだいぶ路線変更しましたね。真面目に考えました。そうなんです。今日ケイト君にちょっと一句ということで考えてきてほしいとお願いしたんですけれども、はい、準備の方はいかがでしょうか？はい、大丈夫です分かった。ではよろしくお願いします。いきます。はい。恋音は自然となれるスマイリーです。うおスマイリーっていうのはスマイルをやったらやっぱ字余りしたんでなんとなくそれっぽくしました、ね、すごい、ありがとうございます。恋音で作ってくださったんですね。はい、嬉しい。自然と、確かにケイト君ずーっと口角上がってますもんね。そうなんですよ、うん、自然と恋音は笑顔になっちゃうんじゃないかなと思ってつけました。あ、嬉しいです。聞いてくださってリスナーの方もそうだったら嬉しいなと願うばかりですけれども、ね、はい、はい、私も作ってきたんですけど、お、彩香さんも、はい、じゃあ披露してください、ね、ちょっと私も結構真面目に考えました。ないけど真面目に考えました。あ、いきますね。はい、どうぞ。白と黒、明日への希望を抱きかかえ。白と黒、明日への希望を抱きかかえ。いや、かっこいい。これいいな。何のことか分かります？白と黒、明日、ああ、ワインディングロードだ。正解。そう、そうなんですよ。すごい、うまい。いやいや、先日公開されたミュージックビデオを見て、はい、まあ、すごいなんか儚いけど強くて美しいみたいな、すごい綺麗なミュージックビデオだなと思って、うん、でこのミュージックビデオに合わせた俳句を作りたいと思っていろいろ考えたんですよ。すごい、めちゃめちゃいい。いいですか？え、よかった、嬉しい。だって座布団1枚本当？ダメと、おもろいこと言ってないけど大丈夫です？面白い。だって結構考えて、一番最初に書いたメモは、はい、もうなんか全然、もうやばいです。新曲のミュージックビデオ、好きですって書いてるから。レベル。感情じゃないですか。いや、絶対白と黒のがいいですね。いいですか？うまい、うまいです。嬉しい、ありがとうございます。すごい。やったー。
ただこれ私たちね、さっきこれディレクターにも見せた時に、はい、こう俳句だけど季語入ってないよねって言われて、季語、季語なんか俳句って季節の、そう季節のなんか言葉入れないといけないんですよ。その徳山高校でも習ったのに、はい、ちょっとねこのワインディングロードに季語を入れるのがちょっと難しくてそうですね、むずいですよね、ワインディング季節が分からない。イメージ的にはいつの季節なんですかね、まあ、どうなんですかね、なんかそういう時空も超えてる感じですよね、まあ、オールシーズンじゃないですか、いつでもオールシーズン、いつでも合う、うんうん、ですよね、まあ、悩みを抱えた時に聴く曲なので、うんうん、まあ、悩みはいつでもあることなので多分オールシーズンでいけると思います。なんで白と黒で OK です。 OK ですか、ありがとうございます。まあ、ケイト君もね季語なかったかな、そうですね、なかった、ね、そう、さっきねディレクターには俳句じゃなくてそれ川柳よって言われました、ね、川柳が得意かもね、そういうことにしましょう、ね、私たち、はい、私たち今日川柳を、ね、川柳について話したっていうそうなんで す、 いいです、皆さんもね、はい、ぜひミュージックビデオを見ていただいて、ぜひ、はい、私の俳句というか川柳がイメージに合ってるかどうかチェックしていただきたいなと思います。はい、お願いします。ではケイト君セレクトの今日の一曲お願いします。はい、そうですね、今日は僕が好きなアニメといいますか最近見ていたアニメの主題歌、はい、ここはアニメの主題歌コーナーみたいになってますけど、最近そんな感じですね、うん、全然いいですよ、なんでいきなり紹介したいと思います。はい、ワンズさんで世界が終わるまでは。この曲あれですよ、スラムダンクですよね。はい、そうなんです、スラムダンクを見ていて、うんうん、すごいアニメとこの主題歌が合ってるなって感じがして、でこの曲もなんか聴いていて元気になれますし、なんか不思議と背中を押されるような、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思って今日紹介させていただきました。私もたまにですけどカラオケで歌います。へえー、はい、結構むずくないですかこれ。いや、まあ上手い下手関係なくもう歌ってるからな私。あここなんか何人かで歌います。ああ、いいですね、はい、スラムダンク好きな人とかと。それでは聞いてください、ワンズさんで世界が終わるまでは。今お聞きいただいたのはワンズさんで世界が終わるまではでした。今日のファンタスティックタイムいかがでしたか。いや、今日は俳句を考えるのに結構悩んだんですけれども、はい、あれケイト君の俳句とか川柳がねいつもやっぱ明るくていいなと思います。確かに発想が、うん、ネガティブじゃなくてポジティブなので基本的に。ですよね、本当見習わんといけんなと思います、うん、ぜひどんどん吸収していってください。ありがとうございます、吸収します。はい、皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp です。ではケイト君お知らせの方をお願いします。はい、先日7日に解禁されましたファンタスティックス主演ドラママネキンナイトフィーバーが日本テレビさんで10月8日木曜日24時59分から始まります。やったー、日テレドラマやっと話しましたね。えずっと言いたくて。そうですよね、でこの髪色にしたのもこのマネキンナイトフィーバーのためなんですよ。役柄で髪色変えたということですよね、はい、そうです。かなり明るくなりましたもん。そうなんですよ、別人かのように。どんな役柄なんですか。まあ、僕は最初は普通の自分なんですけど、はい、あることをきっかけにある方から名前をもらうんですよ、うんうん、その名前がレディーって名前で。レディー、はい、うんうん、まあこのレディについては今ネタバレしちゃいそうなので、あ、うっかり言わないようにやめましょう。ケイト君ポロって言っちゃいそうだから。私もあんま聞かんとこ。なのでまた楽しみに、放送を楽しみにしていただけたらなって思います、はい、楽しみです。そしてこちらもですね、先日解禁されたライブオンラインのことなんですけど、はい、また開催されてファンタスティックスのライブは9月24日木曜日8時からオンラインライブが開催されます。こちらも楽しみです、はい、もう前回は7月だったので、もうそっか、そんな前ですか。2ヶ月後に、はい、うんうん、またライブオンラインを開催できるということで、
またたくさんの方に見ていただきたいなと思っていて、でリハーサルでも皆さんのことをより考えたセットリストだったりとか、その演出にもなっているので、ぜひ楽しみにしていただけたらなって思います。新曲も、はい、もしかしたら聴けるかもかもしれないですね。そうですね。そうなんですよ。楽しみ。ライブオンラインが9月24日で、はい、その1日前がワインディングロードのリリース日なので、あ、そっか、そっか。ワインディングロード、はい、を聴いていただいて、またそこでもファンタスティックスを感じていただいて、また次の日もファンタスティックスを感じていただけたらなと思います。最高な 2days じゃないですか。はい、ここの 2days は熱いです。まあ、どんなセットリストでどんな衣装を着てどんなトークがあるのか、こちらも皆さんぜひね、楽しみにしていただきたいなと思いますね。はい、ぜひお願いします。以上、ファンタスティックス from EXILE TRIBE パフォーマー木村圭人でした。また来週。